どうも、柳妻ゴルフ TV プロゴルファーの柳妻です。今回は中井岳さんにですね、まあ、対戦相手の方には高齢でプロの方に聞いてるんですけど、はいはい、影響を受けたもしくは憧れたプロゴルファー参戦、3人、そう、まあ、順番つけてもらってもいいですし、うん、同率で3人挙げてもらっても構わない。あ、とにかく3人。それはもう1人目は矢野さんでしょう。なんでですか、嘘ですよ。だって僕ね、じゃあ違う、あのダイジェストで、はい、アッシュブラウンありましたね。ありましたでしょ。あれ物議を醸し出した企画ですよ。いやでもそういった意味ではこの男子界の変革をね、最初にやろうとした人なんですよ。実はその本当にただ強けりゃいいっていうゴルフ界に新しい風をね。そうっす、23ぐらいの若造が、うん、あの週刊ゴルフダイジェストで文句言いまくってましたもんね。だから僕は矢野プロを周りがもっと助けてあげなよと思ったんですよ。だってみんなあれを見て見ぬふりじゃないけど、うん、ずるいよね、うん、そういうところではね。なんかいいとこになったら、うん、はい、矢野くんってくるけど、うん、なんかちょっと物議を醸すと、なんていうのかあれよくありましたよ、あの企画で、うん、直接喧嘩みたいになったことありますよ、うん、来て。いや、ね、あ、そうなんだ。そこまでありましたよ。最後でもそれで終わったんですよ。え、喧嘩で終わったで、まあ、喧嘩で、いやもう僕も試合やってるからゴルダイのそのライターの人がちょっと攻撃的にいっちゃおうっていう、ちょっと名前伏せておくんですけどとにかくやった。まあまあもう尖りまくりでいこうっていう。いやでも僕はあれ面白かったですから。いや本当に、いや だってその通りだもんって思うことが、あ、嬉しいです、多かったから。そうですね、本当にそうですよ、ね、うん、だから今僕もある意味やってることって物議を醸してる部分あるし、変な話が本当客寄せパンダにならないと、だって興行なんだから、うん、プロスポーツ、うん、そしてプロゴルフって、うん、お客さんの前でゴルフができない今の若手かわいそうですもん、うん、確かにそうですね、うん、なのでその流れをね、最初に作ってくれた矢野プロを僕は本当にでもそうですね、うん、なんか当時もやっぱり若い子っていうのは先輩に対して礼儀をわきまえて、うん、年を重ねれば偉いみたいなあったじゃないですか、うんうんうん、年功序列なところ、スーパー縦社会 が、ね、プロゴルフの中に、うん、ありましたね。僕はあれやっぱおかしいなとずっと思ってて、やっぱあったんですよ、デビューした頃の時とかね、練習ラウンドの時とかも、うん、なんか先輩とかが普通に後ろから打ち込んできたりとか、うん、あれ早く行けよとか、そう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 、本当にあったんですよ。あったそれがなんか許されるみたいな顔してる人たちがいっぱいいて、うん、そう、終わってんなと思って、いや本当そう。僕はそこはもう指導者として最初足を踏み入れてるから、うん、2003年ぐらいから、うん、ってなった時にお前誰だみたいな、そうそうそう、感じであったから、ありましたよね。もう僕もそういう意味では下積みがすごくあったので、うん、今みんなこうやってあー、ヤクちゃんとかで来てくれるけど、うん、やっぱりね、20年前の恨みってね、なかなか忘れないですよ。そうそうそう、うん、だからあの頃の僕と今の僕多分一致してない人がとっても多くて、本当にね、まあいいや。いや僕もそうデビューした時、うん、お前誰だよみたいな感じでしたよ。あったじゃないですか。だから本当ね、今となってはね、もうこの20年以上一線で活躍していただいてよかったなって思うんですよ。いやいやいや、だそういった意味で一人目は矢野東郎です。嬉しいです、優しいですね、もう学さんらしいな。本当にそうなの。これからもね、本当に男子プロぜひ矢野東郎と共に、まだまだ盛り上げていきたいですね。盛り上げていきたいです、はい、お願いします。じゃあ2人目お願いします。スイングっていう観点で言った時に、僕こんなに羨ましいプロいないなと思ったのブルース・リツキー。うわ、すごいとこ来たっすね。僕のチャンネル見てる人でおーって思った人2人ぐらいしかいない。もっと増えて。いやいや、もうね、僕は何かっていうと一辺倒に憧れたんです。あ、確かに。ブルース・リツキーって実はネクスト・ジャック・ニクラスって言われた人で、大学もオハイオ州立大で、もうデビューしたての頃はもうショットメーカーで、もうフェードしか打たない、もうどこ行ってもフェードで打つみたいな。そしてあの滑らかなスイング、常にスパーンと決まってくる。どちらかというとプロゴルファー、特にアメリカ人ってジャーニーマンじゃないですか。もう旅行って旅して、あの彼はそういうの嫌な人だから、シニアツアーになってもたまに試合出てきて、で試合出たら必ず上位争いして、でお金稼いでまた家族に戻ってくっていうね。憧れですね。いや、もうね、最高な人生だなって。だから彼がもっと2クラスぐらい欲があったら、うんうん、メジャーももっと勝ってたし、試合ももっと勝ってたって言われる選手なんですよ。それ現代版で言うと、うん、JGTO のメンバーのフィリピン のジュビック・パグンさんです。パグンさん僕ね、同じ感じです。彼もね、うん、もう適当なんですよ、うん、一番結構びっくりしたのはアジアンツアーに出てた時に
最終日の前の日、うん、ジビックトップだったんですけど、うん、スタート前にアジアのゴルフ場って、うん、ホテルと併設するとこ結構多くて、うんうん、なんかビリヤード台とかあるんですよ、うんうん、で練習したらずっとビリヤードやってるんですよ、うん、友達と、うん、で、お前スタートはって言ったらもう今日はノープラクティス、暑いからノープラクティスとかっつってでビリヤードやってでそのまま優勝とかしてて、いやそれねマークセンとかもそうマークセンも全く練習しないじゃないですか。全然しないなのにやって出ていったら60とかで羨ましいさ天才は。いや本当思う。だからそういった意味でのそのゴルファーとしてのスイングの憧れもそうだし、その生活としての憧れもあって、リツキーですね僕の中では印象が深かったっていうのは、はいはいはい、ショット的などうのこうのっていうといろいろ出てくるんですけど、僕はもう多分この人でゴルフスイング作りましたっていう意味ではホーガンです。やっぱりホーガン、うん、なるほど。ごめんね、見てる方は置いていってるかもしれないですけど、いやなんかホーガン靴のメーカーじゃないのっていう人もいますしね。ベン・ホーガン、僕も勉強しましたよあれ、うん、ベン・ホーガンのモダンゴルフは相当読みましたし何回も、はい、ベン・ホーガンのゴルフの理論とかも結構勉強しました、うん、いや僕ももうまさしく特にアメリカ人のインストラクターってほぼほぼみんなホーガンを教本としてるから、だから日本ってどっちかってちょっとジャック・ニクラス寄りなんですよ、ね、あそうなんですか。左足かかと洗浄とかも含めてアップライトに上げて、でも海外基本アメリカってもう全てにおいてホーガンをまず手本にして、うんうん、ホーガンを学んでホーガンによって自分たちが構築していく理論をっていう流れだったから、うんうん、結局やっぱホーガンが分からないと、うんうん、アメリカのゴルフの理屈が分からない、うん、なるほどみたいなところがあって、はいはい、宗教を学ぶにはキリスト教分からないと分からない、ぐらいのこれぐらいの感じが、まあ、実を言うとアメリカでのホーガン、ベンホーガンの立ち位置なんですよ、うんうん、だから僕も相当読み込んだし本当にいろいろ考えて、で最終的にたどり着いたのはやっぱホーガンって変則だったのね、うんうんうん、ショット的には、うんうん、スイング的にはそうです、ね、今の理論にはまらない部分もあるし、うんうん、もちろんえあの時代から今の理論をここまでやってたのっていう驚きもあるし、うん、本当そうですよね、うん、ただあの体の使い方とかってもう天才的じゃないですか。天才的ですね、うん、ベンホーガンのスイングとか見てて、うん、ああやって体使ったらクラブってそうやって動くよね、うん、いいよねっていう代表的な体の使い方しますよ ね、 使い方しますよね。でね多分僕らこれできないなと思ったのは左利きなんですよね、ホーガンって。なるほど。だから左利きの右打ちゴルファーって僕好きな人多いんですよ。例えば岡本彩子さん、うんうん、トム・ワトソン、独特なこのサイドの使い方ができるんですよね。そうなんですよ、左サイドのね。だそれを例えば左打ちで何かやろうとした時に同じようなことができるんですよ。これだと思った。だから僕ホーガンの最大の秘密って左利きだったからじゃないか。いやそれ腑に落ちる、あのスイングが、うん、だから今だとジョーダン・スピースね、あ左利きですよ。なるほど、はい、ニック・プライス左利きですよ。だから僕なんか憧れたゴルファーの共通項って全部左利きの右打ちなんですよ、ね、それゴルフ楽かもしれないですね。絶対利き手で動かせますもんね、うん、全てをね。だからシンプルにできるんだなっていうのがあって、そりゃテイクバックで右手殺せますよね、こうやって、ね、勝手に殺せるじゃないですか、うん、だって彼の時あれがナチュラルで、やっぱり手のひらって平の方向に向かう動きが自然じゃないですか。甲側に動くのって不自然なはずなんですよね。ってなった時にもうどうやったってスムーズにいきますよ。どうやったって、そうここで使えますよね、これがね使える、ここがね、こうね、そうこれが使えるの、そう、ここは一番いい話かもしれない。そうだからもうそう考えたら腑に落ちたし、いや腑に落ちた、僕も腑に落ちた、うん、そう考えたらできないな、できない右利きはって思った。うん、そっか、ジョーダン・スピースのあの天才的なパッティングと天才的なアプローチってやっぱり左利きがなせる技なのかもしれないな。そう、ここのそうこれチリこれパターもこれ、うん、腑に落ちた、うん、やっぱり、うん、自分らしく生きよう。結論が出た、はい、ところで若奥さんの話が広がるな、いろいろ面白いね、やっぱり。ありがとうございました。またぜひお願いします。はい、はい、ありがとうございました。今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どん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 コメント欄にですねやってほしいことを書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録とですね通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。